んにちは。今日はですね、業務といえばスーパーということで、業務スーパーに行ってきました。チャリラリラーン。見た通り1個しか買ってきてないんだけど、これが超美味しいものに大変身するということで、今日はですね、業務スーパーのデザートをスーパースペシャルデザートに変身させたいと思います。それではおーチケラ。今回買ってきたのがこちら。業務スーパーといえば業務用で販売されてるようなものが一般の方でも楽しめるよっていうお店らしい。実際に業務用として使われてるものとかもあるのかな。実はね、この間テレビで業務スーパー特集がやってて、その時に紹介されてたレシピがすっごい美味しそうだったので、食べてみたいなと思ってやってみることにしました。今回買ってきたのがこちら。じゃじゃーん。リッチショコラケーキ。シンプルなショコラケーキなのかな。私これ食べたことがないので、ちょっとまずは食べてみたいと思います。それではオープン。じゃ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 ん。すっごい濃厚そう。美味しそう。これめっちゃいい匂い。これね、冷凍されて売ってたんだけど、半解凍でも美味しく食べれるらしい。でも今一応ね、全解凍されてます。じゃあ食べてみよう。ででーん。ちょっと切ってきた。なんか生チョコみたいな感じだね。断面はこんな感じになっております。それではいただきます。しっとりしてる。うわー、美味しそう。美味しい。濃厚。生チョコを食べてる気分になるね。濃厚なんだけど、甘さはねそこまで甘くないから食べやすくて、これは人気な間違いなしですね。うーん。でこれね、普通に食べても美味しいんだけど、なんかすごく美味しそうなアレンジレシピがあるということで、今日はねそちらを食べていきたいと思います。何を作るかと言いますと、みんな大好きフォンダンショコラ。これもね、テレビで紹介されてたものなんですけど、じゃあやっていきます。ではですね、まずじゃじゃーん。さっきのように自分の好きな大きさのケーキを用意します。そしてこれをね、真ん中をくり抜いていきます。うまく丸く切り抜けない。どうやればいいんだ。これを切り抜く。こんな感じで真ん中をくり抜いたら、砕いた板チョコをこの中に詰めていきます。これを電子レンジで温めます。じゃあそれレンジで600ワットで1分、スタート。これだけでいいらしい。よし、できた。まだかな。あ、ちょっとまだの模様です。オープン。あれ、もうちょっとだ。あれ、おかしいな。チョコレートケーキのいい匂いが立ち込めてきています。ででーん、完成しましたと言いたいところなんですが、なぜかテレビでやっていた時はレンジでちゃんとチョコがねこんな感じに溶けたんだけど、なんかね溶けなかったので、ケーキがねこのままだと焦げちゃいそうだったので、ちょっとばかりこのチョコレートは湯煎で溶かしたものを上からかけました。じゃあそれではいただきます。このさ、絶対美味しいよね。うわ、柔らかい。さっきよりも柔らかくなってる。うわー、美味しそう。いただきます。あこ、うん、うん、めっちゃ美味しい。これチョコを真ん中で溶かしたから美味しいんじゃなくて、板チョコね溶かしたところも美味しいんだけど、とろっとして、普通にねこのショコラケーキが柔らかくなってて、ちょっとまろやかになったかも。温めても美味しい。私温めた方が好きですね。うん、うん、口の中に入れた瞬間にとろけちゃう感じ。はい、ということでごちそうさまでした。結構ね大きめのケーキだったんだけど、すごい安いのにめちゃくちゃ濃厚で美味しいし、
あと温めてからもすっごい美味しかったです。温めたらね、お店で出てくるようなフォンダンショコラっぽくなりました。ぜひチョコケーキとかフォンダンショコラ大好きだよって方はね、間違いなくハマると思うので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。